はい、皆さんこんにちは。それでは新しい技法を一つ覚えましょう。これはね、カードコントロールという技法なんですね。一組のカード、これバラバラに切ったカードから、例えばお客さんに1枚を引いてもらいます。よく見てください。引いてもらいます。引きました。で、このカードは何だか分かりません。いいですか？はい、見てもらいましょう。これね、載せます。はい、カードを切っちゃいます。切りました。リフレシャクルしてもいいですか？はい。切りましたね。はい。そしたらこの状態でカードもカットしちゃいます。カットして、カットして、カットして、カットする。さあ、この状態だとカードを当てるのが非常に難しくなりましたね。ズバリいきますよ。あなたの選んだカードは、赤いカードでダイヤの7。見事いきましたね。さあ、これの解説を言ってみたいんですが、その前にやることがあります。はい、トップコントロールです。ここから覚えてください。実はですね、この、やり方というのはトップコントロールという技術を使ってるんです。いっぱいありますが、一番簡単なのがいきますね。例えば抜いたカードがこれ出してますよね。そしたらまず一番の方法は3分の2ぐらいテーブルに置いて3分の1ぐらい持ってます。はい。そしてこの上に相手の選んだカードを載せてもらうんです。よく見てください。そしてこのカードを載せるんですけど、小指のちょっと2個ぐらいで間を開けておきましょう。これ大胆でもいいですよ。ちっちゃくなっても置いときます。なるべく上の方は軽く置いておいて、小指でこれが閉じないように。そしたらこの時にテーブルにこのような半分取って半分取って乗せると一番上に来るじゃないですか。もう一回いきますね。じゃあこっち表向きでやりましょうか。はい、上に乗せました。そしたらこのままトントントン。お客さんにはこれ適当に混ぜてるように見えてるんだけど、選んだカードは必ず一番上に来ます。一番上に来たら、この先ほどやったようなこの切り方ね、リフレシャクルでこの上のカードを一番上に置いとけば、いくら切ったってここにそのカードがあります。いいですか？はい。そうして切り終わった後に一番下のカードを見るんです。ダイヤの10だな、わかりました。そしたらそこからカットして重ねます。これね、何度これカットしても順番変わりませんから、あ、3段階に告知しちゃダメですよ。1回だったら変わらない、こういう1回だったね。1回ずつやるんだったら、そしたらあとはハートの10をさっき見たように探して、その手前のカードが相手のお客さんのカードと、非常に簡単な方法でカードを当てられます。演出はいっぱいありますよ。いいですか？一番上に乗せて、そしてその上に乗せてブレイクと言います。小指で作っておいて、上の半分ちょっと取って残り取って乗せる、そうすると一番上に来ると。これ練習しておくといいですね。はい、覚えて頑張ってやってください。